ウクライナのナタリア・ゴディュンコ。今日クラブで銅メダル、そしてこの注目のリボン、現在ランキングは2位です。今年のワールドカップでも優勝を飾っているこのリボンです。高い投げから入りました。さあ場内をこのゴディュンコの世界に入れていきます。はい、いい仕事ですね。このスピード感、これも高い、背面から足でキャッチをし、高い螺旋です。高い難度です。これも高い。でこのブーメラン、高い難度が続きます。足カッチザです ね、まあ、さすがにこうパワフルで自信を持っているこのリボン、存分に見せてくれました。非常にスピードもありますしパワフルでしたね。そうですね、もう13メートル四方をフルに動き回ってる感じがいたします。さあゴディュンコ、どれくらいの得点が出ますか。メダル圏内には 16.7 以上、そして現在トップはベラセシナの 17.475 ですが、このフェってちょっと途中で飛んでしまいましたので、はい、難度が正確なところで切れてしまいます。これはいいですね。ゴディュンコ得意のジャンプです。ダイナミックなジャンプを見せてくれましたが、さあメダル圏内に飛び込むことができるか。この大会はロープで金メダル。あ、2位に飛び込んできました。 17.175、 17点台に入ってきました。出ましたね。2位に飛び込んできましたウクライナのゴディュンコ。現在トップはロシアのセシナです。セシナ、ゴディュンコ、ベッソノワという上位3人です。